こんなに懐いてるんだから買っても良いでしょ。バロタ、どっちだ？ダメだろう。心なしか怯えているようにも見える。そのあちらのお客様というのはどの方かな？あ、顔怖え。お客様の問題か？しかも白い服着てるし。審判役はまあ許せるとしてバッター役がふざけすぎ。増えた、キャッチャーも。足で打つ気なのかな？審判役も許せへんやろこれ。ご主人、どうだ？虚勢された気持ちは？顔、コッパ。しかしか。世にも奇妙なでありそう。知らない人ん家で寝てたら知らない人が帰ってきた。めっちゃ怖い。え、待てー。お前が怖いわ。知らない人の模様やでーな。パーの出し方が腹立つ。かっけー、確かにうざい。グーで殴ってやれ。チョキで目つぶしするのもいいかも。うわぁ、私がバーベル欲しかったの知ってくれてたんだー。ええ顔、嬉しそうだ。食べれないよ、知ってる？なんだろう、憎めないなこの子。おい、寝んな。増えた、疲れてんだよ。これ絶対言ってるわ。このまま寝てたら危険だわな。投げては自分で取ってくるご主人を見つめる犬。けなげ、そっちなのね。よくしつけられたご主人だ。拾ってくるのをちゃんと待ってるの偉いな。カウントダウン TV をご覧の皆さんこんばんは。世界の始まりです。おお、世界始まり。歌は伝統的なのだと思う。どんな歌か聞いてみたいと思います。3人がパフュームとして活躍するのはまだ先のお話。マジか、チタリアベー。すっごいポリリズム。はい、上がってきたにゃな。消火器、アマゾン。無理だろ、それじゃ足りん。逃げる方法ググれよ。アマゾンには青急ぎ便もあるしな。障子張り替えたって？あ、やめれ。かわゆいから許す。今張り替えたばかりなんですがね。カチ、どこかで扉が開く音がした。ちょい、仕掛け扉。どういう開け方だよ。なかなかいい仕掛けだな。大量設置したい。寿司目線。斬新、好きだわ。これ面白い。3番目のドヤ顔よ。修造の家に遊びに行ったら晩飯食ってけよって言われたけど、やっぱ帰ればよかった。マジか、デザート。これはアイスですね。もっと物理的に熱くなれよ。絶対に起きない息子 VS 絶対に起こすおかん。ふは、本気やん。近所迷惑だ。めっちゃ楽しそうだな。ドリンクバーにヤバい客がいる。やべえ、近寄るな。巻き込まれるぞ。完全に目が合ってるな。キャー、浜田さんよ。好きだわ、言ってるわ。人気者だな。ゴリラ界のアイドル。もしもし、俺俺、変なこと聞いてもよい？借りてるお前の車って防水？いや、なんとなく。おい、てめえ。防水の車って何さ。ドア開いて持てるやないか。目的地周辺です。え、どこさ。果てしねえ。アバウトにもほどがある。これ前から欲しかったんだ。おい、待て待て。すました顔してなんてことしやがる。これは一体何に使うのやら。だい、ゲルニカ。深そう、なんか重い。大体合ってるわな。天才的芸術センスの持ち主。やっぱテレビないと盛り上がらねえな。だな、説明な。じゃあ何やってんだお前ら。メガネの人はなんか楽しそうだよ。こちらシェフの超気まぐれサラダになります。マジか、炊きたてです。サラダってなんだっけ。気まぐれにも程がある。プロ野球チップスに関係なさそうなのが入ってた。ああ、歪みねえな。これは激レアですな。白が眩しすぎるぜ。こちらお通しです。重い、えぐい。通らねえよ。会計が気になる。医者、あれでもツッコミだけは忘れてないんですよ。やばい、泣いてしまう。哀愁漂いすぎだ。なんかいい話っぽい。たかし、このビデオを見ているということは、見るなと言ってただろうが。でけえ、すげえ発想。その目やめてけろ。息子には見てほしくなかったんだろうな。車検の期限が切れた次の日。マジか、車検ってすごい。今すぐ行こうと思った。そういや明日車検だったわ。いいでしょう、買ってもう。ほら、こんなに懐いてるんだから。え、
言うわ。懐くってなんだっけ。懐いても抱っこするとこうなるよね。まあテールパーン。わろた、ポッツァーン。めっちゃ楽しそうじゃん。いつまで経っても追いつけませんぜ。13発を発砲。セーブしときゃよかったな。サイズ、なんやこの RPG 感。もののけ姫思い出した。全部命中しても倒せそうにないな。お祓いにまあまあ手遅れのやつが来た。あ、手遅れ感。どういう状況だ。これで火があるのかよ。PPAP にはまりすぎペン見ただけで笑える。好き、いいやつ。かなりツボってるな。日常生活でかなり苦労しそう。ここで最初のクエスチョンです。やばそうだ。こっち見んなよ。全然問題が入ってこない。85円、高い。あ、むしろ払ってほしい。味の小骨の方が価値がある。テトリスで極悪なの落ちてきた。縮小、マジかよ。どうすらいい。デッドスペースだらけ。さっきのご主人の絶対押すなよ。マジだったのか。あ、遠い目だ。確信犯だろ。明日から飯どうしよう。ぎょい。うは、いいね。サイヤ人かよ。イエスマイロード。クロウ、ダメだ。来るんじゃない。やば、かわいすぎ。一度に抱きしめたい。なにこれ、設置方法知りたい。こちら毒入りじゃないドリンクです。下手か。わろた、下手っそ。微笑ましくて好き。あからさますぎるだろうて。クソババアイは仲間を呼んだ。クソババアビーが現れた。いいね、楽しそう。話が止まらん。どんどん集まってくる。なんということでしょう。匠は狭い敷地の問題を周りの人たちに立ち退きを要請するという荒用事で解決しました。綺麗な。立ち退き用は？これはまさかの展開です。ネット依存症。え、違う。どういう依存だ。なんだろう、見にくい。むしろ金賞の作品を見るのが怖い。だな、確かに。気になるっちゃ気になる。きっとお父様が PTA 会長なんだよ。いい？おるわよ。OK。 え、なれに？ハードだな。どういうプレイなんだよ。借り物競争でグラサン、海パン、スニーカー姿で踊る田中と書かれていたので、田中であることを願って声をかけようと思う。増えた。きっと届かぬ思いだ。田中っぽさは全くない。ここまで仕込まれてたらまず田中だわ。パンダこの野郎。では、ここです。それはあんただよ。怒っててもなんか可愛いぞ。会社の会議中、書類に落書きしてる副社長に注意するつもりが、落書きのクオリティがすごすぎてワクワクが止まらない社長。好き、ワクワク。なんか良い会社だ。楽しそうなおっちゃん二人。クックパッドだけでここまで上り詰めた。どやー、やべえな。クックパッド様様だな。実際にある可能性もなきにしもあらず。酒、豚、鶏、息子よ、犬、息子よ。あ、刺したわ。そりゃそんな顔になる。息子じゃなくて息子だろ。孫が落書きした1年後のおじいちゃんの絵が墓石だった。あかん、ひでえな。報いゆえの残酷さ。溺愛してたら立ち直れないだろうな。15点差がついてから監督がスマイルスマイルしか言わない。あ、諦めたな。そうだ、スマイルスマイル。諦めたらそこで試合終了ですよ。最初は小石投げられて我慢してたけど、あった頃にバイバイトリケラトプスとか言ったからもう勘弁ならねえ。優しい、わろたわ。我慢してくれたんだ。まあ許してくれるんだろうな。ロス帰りの宮川大輔。似てる、なんかムカつく。そう見えてきてしまった。何が彼を変えてしまったんだろう。我々は、リンゴの精神まで綺麗に食べていただいたお礼に、マヨをお見せしましょう。いらね、ザピーナッツ。仲良さそうだな。見たいような、見たくないような。野生の島次郎が現れた。わろた、本気やん。のに話すなよ。もはやただの虎だな。ご主人様のソファー温めておきましたが、まだ温め足りないので、そっちの冷たい座布団にお座りください。やん。かわいい。かしこまりました。逆に温めておきますよ。小さい顔、大きい目、シャープな顎、お腹の肉少なめ、八頭身、細い腕、細い足。
アンガールズ田中の特徴と一致。わろた、ほんとだわ。多分これ本人だわ。ジェンガ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 。認知症、行方不明者の発見にコンビニを活用、男性を保護した店員。ファミチキ一つと言っていた、多分認知症だなと。わろた、割と普通だ。一瞬にわかんなかったわ。ビップマックください、モス見て。絵本読んでくれなきゃ寝れないとぐずってたが、上着の内ポケットから抜き取ったホステスの名刺を見せたら一発で眠った。やべえ、おもれえわ。そりゃ一瞬で寝る。あなた、これは何かしら？ 99% 除菌、画像はイメージです。わろた、すっきり。しぶといな。頑固なのが残っとる。母さん、アルカイダ受かったよ。行くな、喜ぶなよ。試験あったのか。アルカイダってそういうもんじゃないんだけどな。鷹城はいるのに和紙城がいないのはなぜですか？早速調べてみましょう。OK イーブル。うまい、感心したわ。へぇ、鳥、ってか。聞き取れませんでした。ほな犯人の特徴言うてみてよ。わろた、本人か？極悪そうな顔してるわ。これ、ミルクボーイやないか。最近、学習することにより知識が増していく中で今のご主人との主従関係に疑問を持つようになった。やん、手はたん。真面目ですな。勉強の成果ですな。不祥事続きのマクドナルドに一言どうぞ。客いなくなると。うまい、ゴロがいい。空いてて快適じゃないか。まあ行く人は行くだろうし行かない人は行かない。絶対にいらない電子レンジの機能とは。ボーナス発動、もう5分温めます。いらね、やめてほしい。爆発しちゃうぞ。病気ベコベコになるわ。俺で充電した 3DS で妖怪ウォッチやるなや。あ、これは、来るわ。その顔やめえ。3DS をショートさせちゃえ。このようにしてお電話各コンビニに運ばれています。マジか、いらねえ。手垢まみれ。しかも汗まみれ。徐行。裁判の結果が意味不明。うん、わからん。どういうことだ。なんか薄っぺらいわ。ポチと散歩してる時が一番楽しい。なんつって、ポチ？帰りは奮発して肉でも食べようか。なんつって。え、悲しい。切なすぎる。ポチ、もう見てられない。すみません、タオルケットだけだとお腹冷えるので毛布もらえますか？やん、かわいい。お腹冷えるのか？水槽から出ればマシになるよ。センズを取りに来たのか？増えた、似てるわ。かりん様だな。ちょっと不機嫌そうだぞ。東京ガスです。ガス漏れですか？暗くてよく見えませんね。明かりつけてもらえますか？オイルランプかーい。わろた、勢いいいね。気のせいか？楽しそうだ。爆発力やばすぎでしょうに。あなた、怖いわ。普通カスタネットって赤と青じゃない？それがオレンジと緑のも売ってるなんて、私怖いわ。わろた、世界観か。カスタネットなのか？シュールすぎやしないか。怒りを通り越して、そこのファミマを右。え、怒りは？それを全力で阻止する。結局のところ黒幕は僕です。アマゾンで発注した蜂蜜がもうすぐ届く。うふ、楽しみ。ワクワクだね。便利な時代になったもんだ。首が座る、寝返り、お座り、はいはい、捕まり立ち。夜の校舎窓ガラス壊して回る。え、早いよ。お先かよ。どうやって壊すんだろうか。原付きの給油口から出てきた。ちょ、不意打ちだわ。急いで閉めるべし。きっと株だろうな。こんな死に方は嫌だ。選手権第1位、お菓子袋の開け方に失敗し、ショックし。うん、やだわ。破裂させたのね。最高のパフォーマンスではある。道を教えてくれてありがとう。お礼に私の経営するマジックバーポリープの首飾り割増チケットを申請しよう。50% オンだ。アホや、顔やべえ。とにもかくにも、顔。ポリープの首飾りでやられた。ただの便秘ですね。え、マジで？あるあるだわ。お互いほがらかだな。パパー、帰ろう。おい、何してる？子供連れてくんな。子供と来てる時は我慢なさいよ。先に降車ボタンを押された。やん、切ないね。その気持ちわかる。
お住まいにランプつくとん。ってなる。人間が全員ゾンビになったら、その後どうなる？デスノートが、ただの名簿になる？ほう、なるほど。その考えはなかった。ワンチャンゾンビもやれんじゃね？俺が作った飯に髪の毛が入ってた？ふざけるな。わろた、マリレか？ヒゲかもしれん。これはキレていいよね。選挙帰りだよ。真面目か。お疲れ様でした。悪そうに見えてねは真面目。猫カフェの夜勤明け。わろた、かわいいな。猫って夜行性。深夜までお疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。